なんかこのねいい香りが出ます。これは足元注意。なんか縁結びの神様もあるそうですね。はい、婚活中の皆さんいかがでしょうか。縁結びの神と言いながら素通りしてますが、だから縁には恵まれないんでしょうね。おお、清水の舞台って感じですね。これもうショートカットしちゃおう。すいません、もうすぐ飽きちゃうで。神社仏閣もあるんですが、歴史的な背景もちょっと分かってないと楽しむのが難しいかもしれません。さあ、清水の舞台を飛び降りるんじゃなしに歩いております。これもなんかこうちょっと写真撮っとこう。これ撮ってても写真もね、これね、普通の写真も撮りたいな、これね。これが撮れないのがちょっと辛いな、普通の写真撮りたいんですけども、ストリーム中は撮れない。そこがちょっと大変ですね。二刀流です。バド HD、このバド HD ですよ。こんな感じで、あれ、スイッチ入った。二刀流 iPhone with バド、バド with iPhone、こんな感じで、あ、ごめんなさい、寒いし、とにかく、おお、見てください。今この階段を降りてきたんですけども、清水の舞台、やっぱり外国の人はね、日本でしか見れない光景ですね、これね。これはすごい建物、建物というか、この階層構造というか、伽藍というか、何階建て ?1、2、3、4、5、6階建てぐらい。これ清水バンジージャンプとかやるといいかもね。こんな感じですね。清水の舞台下からです。3つ飲んだろうっていう人、こんな感じですね。